アロ新聞王、独立、感言新放眼看世界、展望新中,中国共産党をターゲットに、日本の反撃能力が1年前倒し、イージス艦にトマホーク巡航ミサイルが搭載される、日本共同通信社10月5日の報道によると、木原稔防衛相は当時4日午後、ワシントン DC のペンタゴンでオースティン米国防長官と会談しました。 日本が米国製巡航ミサイル、トマホークの取得時期について、双方は当初計画より1年前倒し、2025年から導入することで合意しました。日本政府は、最短で2026年より、反撃能力に備える国産庁射程ミサイルを配備する計画を打ち出しています。2025年度から、トマホークを導入できれば、反撃能力を早期に運用できます。 トマホーークは海上自衛隊のイージス艦に搭載される予定です日本政府は当初、2026年度から最新型のトマホークを400機購入予定でしたが、代わりに2025年度から旧型を最多200機購入することになりました。木原防衛省は会談後、ますます深刻な安全保障環境に鑑みると、前倒し実施すべきだと判断を下しました。報道によると、双方はまた会談の中で、 台湾海峡の平和および安定の重要性について互いに共通の認識に達し、尖閣諸島すなわち長魚島は、日米安全保障条約第5条の適用対象であることも確認しました。